皆さんこんにちは、龍子です。はい、ゲスト来ています。こちらです、どうぞ。ラディラディです。ウー、マッチー。 あれ何？あ、で今回はこちらとラディアと一緒に愛知牧場に行きます。イエーイ。じゃあ、せーので、愛知牧場。てんてんてきまねーてんてんてんてねーてん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 てほんとにあった怖い話。着きました。着いたよ。どうする、食べちゃう？迷っちゃうよね。どうする、先どうする？帰りにする。うん、帰りにする。じゃあ、帰りにします。なにこれ、なんかずれまくってて怖い。ストップ。嬉しい。羊は？なあ、寝そべってみ。え、すごい。え、でも、あ、待って、座るだけでもできるんじゃない？何これ。何これ。ね、座って、ちょっと座ってみて。あ、なんか違うのかな。え、でも、あ、待って、こうでもすごいわ。かわいい。龍がじゃなくてね、羽がね。あ、かわいい。天使ちゃん。ふう、死ぬほど暑いんだけど。やばいですね。あ、もう汗が超暑い。待って、やばい。なんかいるのかな。カウカウじゃない？え、カウカウいたら笑えるよね。ね、カウカウやばい。え、動物いる本当に。あ、動物広場だって。先広場行く。え、動物行く。うん、先広場行こう。あ、どっちだよ。はい、こっちこっち、あのひまわりの方。オッケー、レッツゴー。ゴー。暑すぎる。え、すごい、牛柄だ、自動販売機。かわいい。見えんだ。死ぬ死ぬん、ゴン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 。ちょっと匂いが臭いね。めっちゃ臭い。でもダメだよ。え、待って、すごい。あ、ひまわり、ひまわりすごい。臭いって言っちゃダメだよ。すいません。だってさ、牛たちも頑張って生きてよ。あ、ひまわりすごい、ひまわり。こちらもうんこすんだよ。ひまわり見て。どこ？ほら。綺麗。すごい。夏ですね。暑い。全然見えんわ。もう携帯死にそう、暑すぎて。100円です。あ、待って、虫見よう。エビちゃん。ふぅ、すごい。え、なんかジルディライフみたい。あ、ごめんなさい。ジュディさんだ。僕をついてきて。待って、インク買いました。神の目の見よう。さっき携帯が高音注意やっちゃった。いただきます。熱っ、熱っ、イエーイ、イエーイ。というわけで、愛知牧場終わりました。お土産も買っちゃってね、ちょっとやつ。ママにあげます。親孝行です。え、なんかさ、私の頃さ、見た目のお土産買ったらガチな観光客みたいになっちゃった。ハロー、ハローエブリワン。もう本当にもう、あの、暑すぎてもう携帯がぶっ壊れたりしたんですけど。ねえ、高音注意初めて見たら、うん、すごい楽しかったです。楽しかったです。というわけで、今回は行ってみました。どこに？愛知牧場。いっせーのーんで、愛知牧場。
最後まで見てくれてありがとうございました。今回はね、愛知牧場のひまわり広場に、ひまわり畑行ったんですけど、すっごい暑くて、もう死ぬほど暑くて、みんなマジ行くときは、今っていうか、もう夏休み中に行くときはマジで、水はいっぱい持ってった方がいいし、日傘持ってって、冷えピタ貼ってった方が絶対いい。あと虫除けも持ってった方がいいと思う。蜂がいっぱいいて死ぬかと思った。バイバーイ、また会いましょう。ピコーン。